1>, 1月2日、月祝放送の夢対決2023トンネルズのスポーツ王は俺だ。5時間スペシャル、テレビ朝日系午後6時から11時内で行われるゴルフ対決に、スペシャルゲストとして小栗旬が参戦、さらに小栗ら出演者からコメントが到着した、お正月の風物詩となった特番、トンネルズのスポーツ王は俺だ。 2023年も、基本の卓球対決とバスケットボール対決に続き、チーム石橋とチーム木梨によるゴルフ対決が行われる。さらに、今回はスペシャルゲストとして、小栗旬が参戦。近年、稀に見るな勝負が繰り広げられる。今回のゴルフ対決は、まさに女子プロオールスターとも呼べる人気、実力を兼ね備えた選手たちが集結。 石橋高明率いるチーム石橋には日本女子ゴルフのレジェンド上田桃子今年初の年間女王に輝いた山下美優日本人37年ぶりとなる全米女子アマチャンピオン馬場崎が参加元千葉ロッテマリーンズで野球解説者としても活躍中の里崎智也も登場する そして、木梨憲武率いる、チーム木梨では、渋野ひな子、原恵里香、癒し系の天然女子プロ、小祝さ桜という、同学年の選手陣が、初の同一チームを結成。仲睦まじい様子を披露する。さらに、スペシャルゲストとして、小栗旬が初参戦。木梨のオファーを快諾したということだが、小栗のサプライズ登場で、緊張。渋野ひな子、固まりました。 原と女性陣が一気に色めき立つ第一ホールは恒例の浮島キャッチング対決。今回ボールをキャッチするのはオラキオ、ティモンディ、高岸博之、前田裕太、淡路、幸い誠、狐、鶴拓也、ラパルフェラ芸人に混じり、なんと、なにわ男子、藤原丈一郎まで。大のオリックスバファローズファンとして知られ、年間100試合以上を観戦しているという藤原だが、 実は野球は未経験と言う。果たしてその腕前は対決はチーム木梨からスタート。するといきなり小栗を指名。石橋はかっこよくしなきゃダメだよとプレッシャーをかける。小栗は簡単じゃないでしょうと約70ヤード向こうの浮島を見つめるが、その先にはドラマで共演した高岸の姿が。 高君、行くからねと小栗が呼びかけると、高岸もすっかり、演じた武士、た田忠常のきりりとした表情になり、ドンと好意と応答、出陣じゃという雄たけびとともに放った小栗のボールの行方は、その後も実力派女子プロたちが続々と浮島キャッチングにトライ馬場のまさかの告白に、石橋が元に戻るなど、見どころ満載の浮島キャッチング対決に注目だ。 さらにこの日はプレッシャードラゴン対決も決行。ここでも小栗はいいところを見せたいと意気込みを。上田からスイングが綺麗と太鼓板を押される小栗の一振りの飛距離は、また石橋は比ギブライソン・デシャンボー、アメリカのトッププロ打法を披露。今回の両チームの決戦の行方はまさかの結果に。最終第3ホールでは超ロング、駅伝タイムアタックを開催。 2ホールにまたがる史上最長の約900ヤードでの対決が繰り広げられる。チーム木梨から対決はスタートするが、2023年早々、小栗が全力疾走。渋の日向原、小祝も激走を披露し、木梨いわく完璧な結果に、プレッシャーが重くのしかかるチーム石橋だが、ファインプレーを連発するなど、勝敗の行方が全く分からない名勝負が繰り広げられる。 小栗旬コメント,メント今回は木梨さんから直々にオファーをいただきましたこの番組は好きで見ておりましたし何より石橋さんは自分の作品をすごくよく見てくださっていて木梨さんとは一緒に食事をする機会も多い中 お二人には昔からお世話になっていますのでもう二つ返事で OK させていただきましたお仕事というより一緒に遊んでもらっているという感じでとても楽しかったですねゴルフは大好きなスポーツです参加させていただいてそうそうたる女子プロの方たちのプレーを間近で見られて一緒に対決をできてとても光栄でした普段のゴルフとは全く違う面白さがありましたね それに高岸くんの主戦場であるバラエティーの仕事場に僕が来ることも珍しいので再会できて嬉しかったです。笑い渋野日向子コメント寒かったですがそれを忘れてしまうくらいめちゃくちゃ楽しかったです今回は大接戦ですのですべてにおいて楽しめますし本当に見逃せないと思います。 同学年のチームだからこそ、団結力はすごくあったと思いますし、チームワークを発揮できたのではないでしょうか。小栗さんの登場には驚きましたし、緊張しましたね。笑い。しかも大変なご褒美までいただいて、恐縮と言いますか、自慢したいと思います。空き時間には、里崎さんとキャッチボールもさせていただきました。プロ野球関係の方とは、キャッチボールなんてできませんので、とてもありがたかったです。 面白い場面がたくさんありますので楽しみにしていてください。山下美優コメントこの番組はテレビでずっと見ていたので以前から出たいと思っていました今回皆さんと一緒に参加することができて楽しく過ごせたので本当にいい一日でしたいざ出てみて感じたことはやっぱり石橋さん木梨さんは面白いということです。笑い 見どころを敷いてあげるとすれば浮島キャッチング対決でしょうか今回はサプライズで小栗さんが来てくださって小栗さん出演の作品は全部見ているくらい一番俳優さんの中で大好きなんですしかも小栗さんからありえないご褒美までいただいて賞金女王よりもこちらの方が嬉しいくらい笑い2023年はいい年になりそうです馬場咲コメント 家族がトンネルズさんのファンということもあり、この番組も昔から見ていました。でもまさか自分が出演する日が来るなんて、オファーがあった時は驚きました。でも私以上に父が驚いていましたね。笑い。競技以外でのテレビ出演も初めてでしたので、現場の空気感も新鮮で、皆さんが池に飛び込む芸人魂を間近で感じられたのも嬉しかったです。 印象に残っているのは駅伝タタイムアタック名勝負が繰り広げられますので楽しみにしていてください。番組情報渋野ひな子の妹渋野日向子昭リ子のいい意味で堂々とした雰囲気プレーに力み合っても動じず女子ゴルフの渋野ひな子の妹でアマチュアの渋野日向子昭梨子リ子19明大2年のいい意味で堂々とした雰囲気に驚いた。 11月に愛媛エリエール GC 松山で行われた大洋製紙エリエールレディースの開幕前日。秋ラリコはパッティングやアプローチ練習を真剣な表情で行っていた。初めて会う記者にもペコリとお辞儀をしながら笑顔で挨拶。ひな子同様礼儀正しかった。姉から譲り受けたというお下がりの白いウェア姿だった。 遠目に似ていたが近くで見ていると笑顔も厳しい表情もやっぱり似ていた飛距離が武器だドライバーの平均飛距離は250ヤード前後以前ひな子が私より飛ぶと話すなど姉も一目を置いているようだった大会中のプレーを見た限りだが判断が早い同組のプロを待たせてはと遠慮しているのかと思ったが本人はそうではないですと否定していた 結果はともかくとして姉同様、プレーは早かった。岡山県トップの公立進学校と言われる岡山朝日高を卒業。明大文学部に進学し、英米文学を専攻している。ゴルフ部に在籍しているが、今後について大学での勉強、大学でのゴルフを4年まできっちりやって、卒業して、プロテストを受けたいと明かした。頭脳明跡、明跡なのだろう。 受け答えは分かりやすく、しっかりしていた。自分のプレイだけでなく、当然、姉がらみの話も聞かれる。嫌がらずにきちんと答えていた。姉から、寒いよ、と気遣いと心配があったほか、大会中は、お疲れ。下りのパッドは、タッチをしっかり合わせて、上りはしっかり打ってとアドバイスもあったと明かした。人気者の姉を持つだけに注目されることは、好きではないですけど、あまり気にならないです。 あんまり来られちゃうと困っちゃうので、ほどほどになら笑いと話した。なかなかほどほどにならは出てこない。器の大きさに感心した。姉と一緒に合宿などはと振られると、ついて行っていいならお邪魔しようかな。姉妹の仲の良さだけでなく、姉への尊敬も自然に滲み出ていた。大会でのゴルフは苦しかった。最下位で予選落ち、予選突破の目標は達成できなかったが、 悔しさとして持っておかないと、いい経験なのかなと前向きに話した。国内レギュラーツアー初出場のタイミングだった。緊張はなかったと話していたが、本当にその言葉通りに見えた。プレーに力みはあっても、動じている雰囲気はない。プロになる上で、技術向上は課題としても、メンタルの強さを感じた。近藤由美子。日刊スポーツコムゴルフコラム、ピッチマーク。